よいしょ、戻りました。ちょっと電話がかかってきてました。森、あ、いたいた。塔の間らへん、OK、よし。じゃあ、ちょっと作れるものはもうなさそうですね、今のところ。で、今ね、場所的には大ドンの塔と教会の間、多分この右側のとこ、あ、違うか、ここ、ん？ここら辺にいるはずなんだけど。ん？あ、いた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 。発見。ちょっと、邪魔しないでくれ。逃がしてくれ！ペンタブで書きたいな、一回。ちゃんと書きたい。得て。ラール。ラール。満タンしとこう。よし、待って。期待を回復エンジェル。普通に倒そうか。多分、攻撃力はないからね、この子は。あ、寝ちゃった。ちょっとこれでモンスターのさ、バトルロード、攻略もいけんじゃねえか？普通に。あとヘルクラッシャーを仲間にしたら、完璧じゃん。行こう。うん。あ、意外と HP あるんだね。ベホマ。300。やめろやめろ、もう。尺がもう。そんな、デフォーマースライムにそんな尺なれ、使われんの。ダメだな、これ。ちょっと火力がデフォーマーに追いつかないな。お願いしよう。うん。アポロン大先生にお願いしよう。お願いします。はい、避けられた。レーザーパンチ。ちょ、ベホマやめて。392って全回復だろ、これ。ベホマって全回復だったっけ？これ相手の MP 切れ待つしかないか、これ。開始！やばいよ。エテのヘイトが上がってるよ、今。ものすごい。ヘイト急上昇中だよ、今。なんだ、魔法トーンとかした方がいいのかな。避けるしね。避けるしね。作戦変更。命令。で、寝るから。あ、バッチリにしよう、全員。全員バッチリ。んで、魔法トーンなり、打ってくれると思うから。バーリングバー。メラミ。ラリフォアル。うん、寝るよね。あ、オッケーオッケー。うん。あ、あっさり。あっさり。銀貨。もちろんこいつ仲間にするために来たからね。HP372。MP あんま高くないんだね。はい。誰を変えそうかな。マッツン。ブリザード。毒ヤンかな。使わないだろうしね。ドランゴももう、そろそろかなって感じはするよね。いやー、毒やんか。毒やん。うん。よし、じゃあ、ヘルクラッシャーの
ところに行きましょうか。ヘルクラッシャーは闇の遺跡。まだっぽいな。いないね。いないわ。ちょっとぐるっとしてみましたが、いません。もう一個クリアしなきゃいけないのかな。じゃあ行くか、これで。まあけど、キラーマシンもおるし、多分問題はないでしょう。入れ替え。で、誰外すかな？まあ、キラーマかロビンのどっちかを。てか、ちょっとやっぱ差があるんだね。同じキラーマシンでも。キラーマの方が断然強い。ってことは、ロビン一回外して、とりあえず、ペホップ。これか。これ。で、キラーマシンはね、ほんと3匹揃ったらね、マジで強いからね。もう一匹捕まえたら、ぜひとも3匹並べたいと思います。はい。よし、OK。じゃあ、これで一回、バトルロード行きましょう。ルラルラ。これクリアしたっしょ、もう。ベホップさんがいればね、もう、その長期戦になってもね、大丈夫だからね。よし。あ、そうそう、あと忘れてた。革の鎧をさ、装備してなかった。59まで上がったね。ちょっとだけかな、けど、まあまあ、いいか。旅人の服は確か55だったかな。4ぐらい上がったね。OK。ま、いいでしょう。次ね。次なんか、上位互換の装備いつ手に入るかわかんないしね。贅沢は言わんよ。お願いします。バトルロード。ランク B。よし。はい。お願いします。もう負けないぜ。前回、ランク B 一応挑戦はしたよね。で、ここに勝って、次のところでもう、全員瀕死ですぐやられちゃったんだったかな。さあ、やっちゃってください。軽いぜ。攻撃が軽いぜ。聞かない聞かない、全然聞かない。いいねいいね。あ、キラーマシン強えな。普通に強えな。やっぱ激しい炎。まだ大丈夫、回復はまだ全然大丈夫だからね。落ち着いて落ち着いて、一匹ずつ仕留めていこう。一匹ずつ仕留めていこうね。メラゾーマ104。キラーマシンはメラ耐性が多少あるのかな。さっき50ぐらいしか食らってなかったから。なんか大丈夫かこれ。ちょっと不安になってきた。いや、まだ大丈夫大丈夫。まだベホマ一回も打ってない。ベホマまだ一回も打ってないし。OK! よし。振りほどってやろうな。激しい炎。全体攻撃うざいな。やめてほしい。そろそろベホマ打ってもいいよ。そろそろ回復しようか。ベホップ聞いてる？作戦とかないからね。作戦とかな、あったっけこれ。
ないよね。ないないない。バカもう。回復しろって。やばいってこれ。お、しゃれ。頼むぞ、ちょっと。即回復な。まず自分回復から行こう。頼むぜ。レーザー。あ。押せえよ、バカ。なんでやれよ、お前。頭悪いんちゃうか、ちょっと。な、バカ。絶対バカだわ、あいつ。終わった。終わった。長引くだけだ。勝てねえ。で、どうしようかな。メンバー変えるか。もう回復が超遅かったもんな。何してんの、あいつ、ベホップ。首か？もう首にすっか、もう。いやー、けど無理だよな。で、思いのほかね、やっぱキラーマシンが強いよね。キラーマシンベホップで行こうか。いやけど、うん、ロビンの方はちょっと能力低いから火力が出ないか。やっぱこのメンバーが一番いいのかな。アポロン、ベホップ、キラーマ、これで行こう。もう一回、うん、やろう。ちょっと並び替えだけして。はい。よし。頼むぜ、マジ。ベホマー頼むよ。なんだ、嫌いか？アポロンのこと嫌いなのか？押せえよ。あ、もう死んだじゃん、これ、ほら。なんだろう？何？ちょっと経験を与えなきゃいけないのかな？戦闘経験的な。学習能力的な。そんなんある？プレステ2にそんなんある？だって今まで本当に全然本にしてくれなかったからさ。オッケーオッケー。これはいけそうだわ。よしよしよし。ちょっとゴーレム怖いぞ、あいつ。50はやばいって。50はやばい、やばい。動く石像を狙ってね。狙うなら動く石像。あー、動く石像が。うわー、危ねー。回復しろ。
ペを増してくれ、頼む頼む。あ、バカ、もうやっぱりバカ、こいつこいつやっぱバカだわ。もうあー、もう押せよ押せよ、もうオーライだけどダメ。よし、最後。頼むぜ。ベゴマスライム嫌いになりそうだわ、もう。赤さをな。よし、ラスト。いけ！ HP は大丈夫大丈夫。最後回復もしたし。ちょっと怖いな。ストーマー怖いな。ネガンテとかしないよね、さすがに。ワロトルデ、ワロトルデ、オッケー、ナイスパンチ、オッケーオッケー。勝ったな。これは勝ったな。よし。いけるいける。あ、相手もアポロン？もしかして動く石像同じだ。ケイ。石像対決。本物の石像とは哲学。よっけー。勝ったー。やっと勝てたー。おー、ありゃ、オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス。おーし！ランク B！ 制覇！うん。商品は、ザンマトウ、来た、これ。来た、来た。わしがあんな条件を出した以上、レイディはすぐにランク B を制するとは分かっていたぞ。だいぶ苦戦したけどね。ただ一人だ。例外中の例外なのだぞ。レイディに限り、もう一チーム、つまり二つのチームを持つことを、可能にしようではないか。チームが2つあれば外での魔物との戦いが飛躍的に変わるぞ。これもまたね、だいぶいいよね。だいぶ戦いが楽になる。うん。攻撃専用とし、もう片方のチームは回復専用としたりと、様々な戦略が、練れるようになる。うん。回復専用は別にいらないと思うけど。ありがとう。はい、もちろん。何にしようかな。モリ激しめに決まりだ。よっとね、よかった、クリアできた。じゃあどうするどうする。まずはよし、とりあえずチーム編成からいこう。入れ替えハイパポンゲからね。で基本的にはね、外で戦うときはベホップは必要ないから外して、このハイパーポンゲの方はもう完全に攻撃用にしよう。ね。アポロ。
で、キラー。うん。で、モリハゲシネは、まあ、とりあえず、今のところ強そうなやつを入れとこうか、ドランゴ。二軍だね。ドランゴと、ダンキチと、マッツン、プリザド。マッツン入れとくか。うん、これでいいか。オッケー。で、もう一つ。ザンマと、攻撃力 83! 切った敵の魔法封じる特殊仲間。最強かな?いや、これ、もうヤンガスのね、最終武器なんじゃないかな、もうこの実況における。これは、とりあえず袋に入れて、ザンマと226だぜ。やばくない?まあ、確かにヤンガスはね、魔法がない分ね、うん、武器は、早急に欲しかった。うん。ちょ、最近火力不足が否めなかったからね。うん。よっオッケー、オッケー。で、とりあえず、B、クリアしたんで、A なんだけど、まあ、A はね、まだちょっと厳しいかな。うん。A はまだ厳しそうなんで、また、新たに仲間、増やしてから、挑みましょうか。うん。オッケー。はぁ。3戦でなんとかと言いましたね。このままね、ちょっとカジノ行きたかったんだけど、資金がね、だいぶ減っちゃったから、とりあえずストーリーの方に戻りますか。うん。はい。では、一回区切ってね、次はさっき言ってた東のね、うん。東の、鳳凰様のところにね、行きましょう。はい。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。